丸川環境大臣は、福島第一原発事故の後、国が長期的な目標としている年間の被曝量1ミリシーベルトについて、おととい長野県松本市内の講演で科学的根拠がないと述べたとして国会で追及されました。もし誤解を与えるようであれば、それは言葉足らずであったということについてお詫びを申し上げたいと思います。国際機関は一般人の通常被曝量を最小で年間1ミリシーベルトにするよう勧告しています。